ぞお前、久々に中澤が来てね。私の担当ですか。私の担当も決めといたけどな、私の担当です。皆さんのそうよタイミング、田中さんのタイミングも私ですか。だからこれ中澤よりお前岡田お前やってあげた方がええのちゃう。いや、知らないでしょ。私がやります。言ってくださいね。だからもっちゃんがこっちを下げようか言うのもおかしいからやな。だからコーナー終わったなと思うと、な俺の手で相手したけど、はい、俺がポイント上げたり下げたりするから。これ、まあ、やばいよ。パイロットかな。パイロットの免許でも取ってたから、あの時やな。これ何をしてんのかと思う、これ。まあ、今日は久々にね、まあ、はい、今このスタジオが初めてや言うから中澤が、はい、おいかなり来てないんだお前。5年ぶりですね、レギュラーでやらせていただいて、それ以来です。あれから5年経つの。早いです。早いなぁ。岡田はね、ちょこちょここっちの方へは、はい、ちょこちょこと来てますから、はい、あれですけどもね、はい、今日はなんか変わった組み合わせで、はい、中澤と岡田、あんまり2人は知らないよそんなに。いやでも、まあまあ、まあ、今は会ってないでしょ。いやでも一緒にやっぱり活動してたので、はい、うん、でも何年ぶり？何年ぶりじゃないよね、はい、数ヶ月ぶりです、はい、あ、そうなの、はい、半年ぶりぐらい、そうですね、はい、半年ぶりぐらい。今日大阪から来たの、それで、はい、今大阪拠点としてやってるからね、はい、俺中澤はもう5年も経つわけじゃ、えらい年取ったわけやからそれは驚くしや。驚く年になりましたもん。なあ、あのモームスが入った時点でモームスって、あいつがモームスっておかしいなんて、デビュー当時におかしいなということを世間から言われてやれ。いや、それを一番おっしゃったのはやっぱさんまさん。いや、それでそれから何年もやってやれ、卒業とか、はいはいはい、あれもうその次留年しすぎやんっていうような。何年しかやってないですよ私。だからやんか、それでも留年しすぎや留年しすぎやって言われたら年取ったせいで、まあ、なぜかお前だけ年取った、人が入ってしまってやな。でもあの時まだ24ですよデビュー。これ何年経つの、それから。デビューから何年経つの。さあ、わかんない。わかんない。さあ、わかんない。今の年ってから、今の年齢から言いたらええねん、そんなの。ですね、うん、今って36になります。あ、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 いやいや、全然いいと思います。36になりました。36、どうしてこうして、ほんまに本当によう、その36になったなという感じやね。今生きてるでしょ。生きてる。36歳、中澤がもう36歳になってしまったんですからね。なりましたね。あっという間の12年間。はい。だから、一つ、ね、おな、あたり年なのか、今年は。そうです。から行くと、年女。年まつけなあかんねん、お前。年ま女やろ、要するに。年女。いいえ、年女です。36やぞ。36歳です。え、年女の子です。年女の子。うん、見えない。若い。いや、見えないから、まあ、この世界におるからね。うん、見えない。見えないから、さあ、いいか悪いかという、問題に入ってくるよね。やっぱり、年相応の年取り方をするのが、はい、普通ですけども、はい、あっという間の10年間ということ、はい、結婚もなく、噂もなく、珍しいよね、中澤お前。浮ついてないですね、私。なあ、はい、いかにお前のことを世間の芸能界の男とかお前を相手にしなかったかっていうことやよね。ほんまに。え、違いますよ、私がちゃんとこうね、いやいや、真面目に。いや、まあまあ、真面目とかいう言葉で逃げるのはええけども、それはまあそっちらの勝手ですけども、とりあえず、浮いた噂もなく、ないですね、これといって。ないよね。あ、普通あった方がええやんか。あってもおかしないやん。 ありましたよ。私ね、2年か3年ぐらい前に、都内の、とあるスーパーで、年下のギタリストと手をつないで買い物に来てたっていうニュースが出たんですよ、あのワインを買いに来てたって。全くのガセですけど、それぐらいはあります。いや、それもガセやってもガセじゃない言うた方がええで。いや、だから年下のギタリストって何か。いや、ガセじゃないって言うた方が気持ちええわ。
それガレですねんってまだ言うお前ら気持ち悪いギタリストやったらチャーしかおれへんよね。年下やから年下やからチャーは年上やからな。年下のギタリストを言うたら誰ですかね。誰ですかね。本当にチャーが認めたの野村よしお君とか年上やから年上ですね。年下で有名なギタリストでいないよね。どなたかね。布袋さんももう年上じゃん。チャーが認めたの天才天才やろ。カラクリに龍之介彼だったらいいですけど可愛いし龍之介か分かりませんよね。だからそれも癖だと聞くと逆にがっかり。もうちょっとなんかリアルな方がいいでしょ。それちょっと嘘っぽいじゃないですか。いや嘘っぽくないやんけ。年下のギタリストで中澤一番やりですよ。年上がいいですもん。年上がいいとか年下がいいとか言うもんじゃなくて、逆にそのスーパーの店長でもよかったと思うけどね。そこスーパーに来てたじゃないし、年下のギタリストと愛を買いに来たスーパーの店長と恋仲とか書かれた方がいいよね。そっちの方がいいね。そっちの方が全然いい。かわいそうにゃな。かわいい。俺ちゃんとしてんの、まあ、そういう俺たちが心配する生活はちゃんとしてるわけ。そういうのはなあ。いやだからそうなんだ。心配やんか。いやいや逆に心配やってるそんな。あもうもうなんかここまで起こさないと。そんな感じじゃない。いや恋の一つもねやっぱりしとかないと。なんか恋はしますよ。好きな人とかできますもんやっぱり。いやおおそれをおたりしてちゃんとしてるわけ。そのカラカラ感があるからどんな生活してるのかと思うと潤ってます。いやあれそれありがとう。そう言ってくれそう言っていただいてまだ助かるぐらいまだ艶がありますね。大丈夫かな。こんだけ浮き名もないし、あいつはね、やっぱり、24歳から36歳って、やっぱり、一番、ね、女として、一番ええ時やから、そこを無駄に過ごしてるんじゃないかとか、俺、なかなかそういう、フェロモンが、あんまり出えへんからやな。やっぱり女のフェロモンは、まあ、美人とか可愛いとか。一回で二人きりで会ってもらったら分かりますよ。そう、だから、なんか、カラカラ感があるから。それは、一回二人きりになったら分かりますって。私、何年も前から言ってますけど。出ないと思う。出しますよ。牛乳出しますよ。お前はそう言うてる人間で出ないからな。いやいやいや、もう私も頑張ります。可愛い。いや、そういうね、やっぱ言うことによって意外とね。いやいや、そう言ってるだけやから、じゃあまた、だからって、こんだけいてて、こんなに噂にならないのは珍しいし、やっぱりないですね、私。まあ、ないよね。ないです不思議なぐらい。お母さんが心配してるよ、大阪のお母さんとか。お母さんは、もうなんか、うん、いや、いいよ、このままでって。あ、そう、結婚しなくていいよって言って。妹がちゃんと家庭持って、子供も生まれて、はい、いるので、うん、もうあなたはあなたの人生を。このまま、てかお前、このままもう果てるやろな、たぶん。いや、マジで。やめくださいよ、ちょっといくらなんでもそれやです。いやー、今さらお前、看板もあるしやな。あれいやああ、今、俺仕事も楽しいやろ、今こうしてやってるの。はい、まあ、楽しいですけど。だから仕事が楽しいし。私、結婚願望ないんですよ。あ、前がついたな、お前な。ないんです。ないの。なんか家庭持って、家の中に収まるってことが考えられないんですよ。うん、子供は産みたいけども結婚したくないとか言ったもんね、前な。若干今、子供もね、どうなんのかな。もうそんなにいらないかと。ね、その前にちゃんと恋愛したいですよ。まあなあ、そんな余裕もないですから。こんなの余裕で腹すいた、あのね、ライオンの檻の中に振り込まれた芸能界で、誰も声かけてくれないっていうのが、また不思議なことやろなあ。あるないです。お金はないやろ、お前、若い時にデビューして、ハロプロやったしやなあ。ほいで、今ね、大阪や、大阪行ったらそれあるわな。ないです、ないです、全然。お前らの地元やから安心して遊べるじゃな。もともとそのな、要するに人生アホやんか、お前。違います、違います。賢くはないですね。確かに。まあ見た目賢くはないですよね。そんなことない。聞かれたら、アホの方に本当に申し訳ないですが。違いますよ、私。賢い
こいんですよ実は。じゃあ岡田ってどんなんか知らんけど俺らもね、はい、あのものすごいアホっぽいやんか俺らから見ると、はい、だからアホやから生活もアホに生きとんねやろ。いやアホは正解。アホは嫌です。騙されそうじゃないですか。いやそっちの方が幸せやで。騙されると思わへんでもアホやから、うん、ですだから前も言ったけど野々美代子さんいじめられっ子で、はい、それを気がついてなかったぐらいのアホだってもう突き抜けてるやんか。この間もなんか長嶋一茂君の家に犬の調教で、はい、あの犬を教えに来てくださいって。犬を飼ったから、はい、美代子さんが犬のはすごい育てるのうまいから、はい、来てくださいって電話で行って、昼の1時に行って昼の、夕方の4時ぐらいに帰るときにおやすみなさいって言って帰ったらしくて、はい、その時の奥さんが夜昼も夜も分かってないおやすみなさいじゃないよね。もうなんか参勤交代制で仕事やってるのが分かるけどおやすみなさいって奥さんがどうしたらもう入れなかんぼたんちゃいますか。犬に一生懸命教えてるから、はい、多分ボーっとしちゃってるから、はい、もうじゃあ本当に男になってごめんなさいおやすみなさい。まだ4時じゃん今日からなって母さんが言ってるのは本当でしたって昨日感動してましたからね。金曜日って何曜日って言うはずですよあの子は。それはねないですね。いやお前もそんな感じやんか。あの辛いことがあったって感じないだからラブやねんとお前みたいな人生の方が。ほんまですか。そうそう、あちょっとアホの方が過ごしやすいもん世の中なんて。なんか悩むこととかあんの。悩むこと最近悩むことないです。いやろ、こいつなさそうやもん。はい、ないです。へえ、マジないです。じゃろ、はい、芸能界でなんかね、あんまり執着もなさそうやしやな。あんまりないんでしょ。いや、なくもないです。じゃあお前、あの子で収入はちゃんとしてるわけ。はい、一応。あ、働いてんの。一応ちゃんと仕事してます。仕事して、はい、バイトもせずに、はい、何していけんの。バイトもしてないです。バイト優しいな、お前の会社。はい、なんか踏み込まれてますよね。お前とこの会社な優しすぎんねん。それでブーブー言うから俺は腹立つねん。言うてないです私誰も。いや、アップロントはちょっとお金やりすぎやって、ほんまに。そんなことない。いやいや、そんなことないと思う。いや、これあれとあれ、俺芸能界こんだけ長く生きてきて、はい、こんなに優しい会社、お前とこの会社女に優しすぎる。そう、やだ。そうじゃ、お前もしこういうあの岡田ぐらいのポジションの時、お前絶対生活できなかったよ、ね、無理出るよ。できる。いや、悪いけど岡田のその量、仕事の量ってどれぐらいあるか分からへんけど、はい、まあ、月、まあ、5万ぐらいですよね。3万5万。ほんまはそうやで。本当に5万ないかもからない、はい、3万ぐらいかも分かりない。ないできないじゃないですか。だからバイトしたり、バイトするやない、バイトしたり、現場についてご飯食べさせてもらったり。だからまあ吉本の場合、時3万でもバイトしなくても先輩についていけばご飯おごってもらえるから。でも家賃がもう払えませんね。でも家賃とかよ、俺らでも8000やないか若い時。俺8000の部屋に住んでて窓ぶち破られて入られて俺1万2000円払うたいから大家さんに。すごい、家賃の高いドアぶち破られて勝手に入って、ちゃうわ。もうじゃあ泊まるとこなかったな俺はもう、ホテルも泊まるお金もないから一人とこ泊まろう言うて、はい、正直なんかのスナックのバイトで帰ってなかったから、あバッと来たらやな、鍵閉まってる番号、鍵かけるって番号鍵やねんけどこいつかかってたから、あんなアホ、もう帰ったらええわ思って、もうどうしよう言って、泊まるとこないしな言って、バーンってドア開けたら、バーターンって倒れて、で、ドア、蹴破ったまま寝てたのよ、こいつ帰ってきて、わっ、俺、泥棒入った思って、パッと見たら、布団盛り上がってるけどな、俺、汚いアパートに下まで降りて、俺、ほうきかなんか。すごい、それ持って、ふっといたら思って、ふっといたら、確かに動くのよ。ほんで、うわー思って、泥棒寝込んどるわ思って、見たらさんまさんが入っとってやな。すごい。どうぶち破って。何じゃな、おーって言うたんですよ、見た瞬間に。本当に怒った。このほうきの絵で俺を突っ込むんだ。どんなや。そんな生活よ、本当に。いや、でも、他の事務所のお笑いは全員そうよ。そう言うけど、うん、それが当たり前やのに、お前みたいにやな、働かずにやな、働いてますよ。何やってんねん。お前何やってんねん。
何やってんの？ラジオとかレギュラーとかなんぼやテレビとか。2個。テレビ1本？テレビ2個と、うん、何やってんねん。でもリーダーやで。なんか歌番組みたいなやつです。どこの曲の？わかんないです。わかんないです。わかんないって。わかんない。誰が女に回してもらったんちゃうか、カメラで。あらあら、そんなんギャラ発生せえへんやろ。会社はあ、まあもちろん給はギャラ払うやろうけど、はい、そのギャラってそういう番組だめちゃくちゃ少ないよ。安いよ実は。いいんです安くても。いいんですよ。今そらにちゃうやんか。それで生活できるのが。そうそう、アップロンドはすごいって言ったらいい会社やって言ってんの。そうですね、恵まれてますね。いやー恵まれてる。そんなすごい、まあ甘やかしすぎ違うかと。そんなことないです、ないです。違う、なんでこれ岡田のクラスで、あのそれだけ生活できんねで。いやマジで今してるよね生活。いやなんか給料はええ言うてあげて。いやないです。でもだって携帯代とか全部払ったのに手元ゼロですよ。頭やで。マックスどんな経験をするの？どんだけ安いの？あ、こっちです。間違えました。まあ、ええわ、もう、今日は。関西食たっぷりにお送りします。はい、MBS ヤングタウン。阿部寛です。長州です。中村玲子です。岡田結実です。略のコーナー、イエイ、懐かしい、あ、そうか、はい、中澤は懐かしいわけですよね。はい、懐かしいです。たまにこうするけど、胸隠すような仕事するけど見てへんの。俺ないし。あの、5年ぶりに来たけど、5年前からずっとこれ言われますよね。前に座ってるから。お前よ、俺の目を追ったらこうすんの。違うんです、違うんです。自分がこうね、ちょっとこう結構触ろうのでも届かないから、これ触らへんし。触ってくださいじゃあ。すごいパリ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 。変なジャヤ物語からいただきました。ラジオネーム全力さんまさん、やんだめさん、こんばんは。こんばんは。舞台、私の花を、見に行きました。うん、さんまさんの舞台を見るのは初めて。初めてなんです。最初から最後まで、文字通り笑いあり涙ありの舞台で大満足でした。休憩なしの3時間以上の舞台がすごい短く感じられました。しかし、ぬくみずさんと絡みは、本当、うしょうと、超鉄板ですね。ぜひ、また見に行きたいと思います。10人時間の舞台も千秋楽を終えて、何か面白いエピソードあったでしょうか。また、サブテーマ、父と娘でしたが、本当に、親子共演の可能性はもうあるんでしょうかと。まあ娘とは一生仕事はしないと思います。ああもういやテレビ共演も、ああしないしないしない。どうしてですか、見てみたいですけど、ね、ベタッとするやん画面が。何や、やっぱりお父さんかとか。そこが見たいんですよ。なんでやな、お なんでですか。ここに向ける表情がいつものさんまさんとどんだけ違うのかなとか。それは芝居とかで自分の娘役いっぱいいるから、そこに向けてこそ、娘って感じるとか、うん、ほんまの我が娘に娘やって向けたら普通やんか。それが見たいんですよ。で生活感がないじゃないですか。生活が出てしまうよ、だから。それを出してほしいんですよ。なんでだ、それ。ちょっとぐらい見せてください。その部分を。いいじゃないですか。もういいでしょ。ええことない、ええことない、そんなの。新しい魅力ですよ。まあ、新しい魅力かもしれないけど、うん、絶対や。奪いたいわ、あの人って逆に思うかもしれないですよ。お前、お前、そんなの。なんか、なんや、やっぱり、あの大きな娘さんいらんって言ってやる。でも、サブさん、そういうところやっぱ絶対照れると思うで。生き方の部分でよ。まあ絶対や、見たいね、うん、自分の人生を語るとか、はい、もうあのね、こともたまには言うたらとかよう言われるけども、はい、いや悲しいことも悲しい言葉ではよう言われましたよ。だからあえてなんか 笑いの言葉でなんか悲しい部分を表現したいとか思う人やから、いやまあね、
き様とかね、なんか今まで応援していた来ていただいた方に申し訳ないっていう感じはある、絶対いやもう見たいなぁ、署名集めようか、署名集めよう、だからね、あのこっそりね、はい、前の奥さんともし IMARU が力ついたり、はい、あのね、ものすごい、頑張ってきたら、はい、3人で芝居するとか舞台やったらね、それはまあ全然あの、でも娘でやっぱ絶対やらせんからね、あーなんか嫌やんか、ベタっとして親子見てみたいですね、やるわかんねん、なんか映画でもとか親が撮ったものを娘が出てたりするともうドーンと冷めんの、俺は見てて聞いちゃうんですね、聞いちゃう、なんでですかね、なんか、そういうのは大嫌いみたいな俺ね、対談とかは無理でしょうか、今度やったらやるとも思うけど好きやからうーん、いや意外ですね、ここまで、だから俺奥さんとも共演したことないし、あの舞台ではありますけどね、あのゲスト別れてからですけど、はい、それはトークで、それはもう受けるからっていう理由で決めただけですから、だから夫婦の時はCM も全部断りましたしね、そうでしたっけ、あの一度もテレビの画面では、だから去年の27時間テレビのトークの前にいっぺん渡辺恵理子さんと大竹しのぶさんって深夜のコントをやってるの、それもトークでしたけど、罵り合いっていう、っていう条件でやっただけですからね、だから徹底してますね、いやいやね、だからうちは本当親も出したくなかったんです、親は勝手にインタビューを答えてしまったからしたんで、嫌なんですよ、家族とかがよく映ったり、プライベートが見える感じ、ね、見える感がものすごい嫌なの、見たいね、そういうところ興味あります、ね、なんか好き嫌いやからな、これやっぱ俺嫌いやからやる、そういうのは、好き嫌いとはもっと出ていただいて、まあ、そうですね、全然いいんですけどもね、やっぱりあんまり裏をこう、最近だからさんまさんが俺なんか上にあの部屋で上げてくれへんからね、いつもあのシャッターの前で待たされるから、それも水くさい、なかなか上に上げへんねんよ、お前が来る時ゴルフの時だけやから、あんなもんお前上げてお茶飲んだらとちるやろ、本当に本当にもう俺ばっかりは、まあ、今回はね、舞台がやらせていただいたんで、まあ、2年ぶりか、ストレートはね、ストレート芝居は2年ぶりですけども、舞台初めて見ましたとか、いまだに多いねんけど、不思議やよね、これだけやってんのにな、いや、でも、そうやってからね、やっぱりこういろんな部分でこう増えてくるキャラちゃいます、やっぱ、さんまさんの芝居とか、あんまり見る機会って、ほんまにないと思いますよ。東京でしか今回もしないでしょ、大阪来年の秋ぐらいにやるかもなんですから、大阪芝居やから、あの芝居の内容はね、だから、おめ東京の人があんだけ喜んでいただいて、ほいで、これは大阪でやらなあかんやろうという、大阪はスケジュールもとんでもないメンバーですから、忙しいもんね。スケジュールがもうやっぱり、回すのがね、まあ。もうとんでもないわけですよ。やっぱりやるとしたら2週、まあ、10日から2週間いりますもんね。10日ぐらい。まあ、あのね、ギャラ払うとかいろんなことを考えたり。ああ、なるほど。そやね、あれもパーッと、この間のメンバーなんて、もうとんでもない、舞台界ではとんでもないメンバーが、集まってるわけですから。セットでも結構ね、いろいろ金かかってるからね。あ、まあ、豪華ですね。豪華にやらせていただいたんですけどもね。だから、大阪来年の秋にスケジュールが合えば、まあ、大阪の芝居なんで、ぜひ、大阪の皆さんにね、見ていただこうということになってね、ただもう3時間ちょっとですから、長いですね、結構ね、だって、コントなんかもっと長いやん、俺と庄司やってるコントなんか、そう、まあ、でも、最終間に合わへんってな、はい、前のお客さんが謝って書いたことあります、一度私、拝見しました、長かったです。今回芝居は3時間、まあ約20分くらいなんですよね。はい。コントでもやっぱ3時間50分ぐらい、4、50分あるから、やっぱり。そうした時はね。お客さんはお得ですけどね。まあお得というか別にね、コントの場合はなんか好きなことをやろうと、お客さんがしんどかったら何しようが、年に一度の、あれうちの事務所が主催なんです、実はコントね。吉本ではなくて、うちの事務所なんですけども、とにかく僕がやってるもんですから、庄司とかに少ないギャラ
ね、払って、はい、で持ち自分に帰りはないんですあれ実は。あ、はい、だからもうこんなもうノーギャラみたいなことでね女性に2匹くらい潰れるわけですからこのやらなそいやなということで、はいはい、やってるだけのことなんでね、お客さんはそれに、合わせて付き合ってくれてるから。大鍋さん去年5年ぐらい前から、はい、途中で帰るからサマちゃんって最後まで見たいねんけどもうわしの体力じゃ無理やねん、途中で帰るけどごめんなさい言って一人にはきついみたいですだからね、ストレート芝居はストレート芝居で客違うんですよ。でフジテレビとまだ年に1本ぐらいやってるかな、やっぱり芝居もコントも。だからフジテレビがやる、ストレート芝居は客若いんですよ、うん、あ、なるほど。だからこっちでやる今回はもうお年寄りが率先してブワーッと買ってくれたみたいで、うん、年齢が高かったん、うん、結構多かった男と、男のやっぱもうありがたいことにすぐ完売するんですけども、チケットは。だからそこをおじいちゃんとかおばあちゃんが連絡してくれてると思うのが、いやこれすごい、すごいことですからね。楽天なわけですから、ね。いや、ありがたい。だから今回はものすごい、どうして俺のチケットなんか取ってくれてんのやと思うんだけど、やっぱありがたいよね。その時その時によって、あれ宣伝の仕方なのか、それをね、何なのかわからないけど、コントなんかコントのまた客がいるんですよ。なるほどね。いや、あれ。日によって、コントって要素を入れてるんで、ストレート芝居なんですけども、うん、その日によってコントの客が多い日がある。芝居が好きな人の多い日がある。ああ、それはリアクションでわかるんですか？リアクションわかるの。不思議やった、今回。あ、今日は俺、コント好きな客やから、ちょっと長めに行くぞとか、やってる人間ムックンとかにね、はい、言ってましたね。不思議な曲やった今回、こちらラジオネーム、それが大阪に行くと大阪はもうそんなことはええから笑わせてくれ言ったとばっかりやな、うん、笑いたいですからねもうとにかくもう泣きてはあんまりいらんみたいなとにかく笑わせてくれっていう、だからもうすごい、違いますよね、やっぱり、ね、場所で、時間とね、時期で客が、こちらラジオネームずんどっぱいただきました。全力やんのみのこんばんは。こんばんは。今日十分地今るちゃんの誕生日ですね。つやにハピバクイ、おめでとうございます、ね、そうそう俺ね人生初、はい、間違ったんですよ。え、何を？誕生日を、8月15日にメール入れたんですよ。一月早いんだけどって帰ってきてましたけど、うわーと思って、じゃあ忙しかったんですよ、舞台稽古なんとなく、これ今のに何やろうと思って、プレゼント。その時は言わなかったんですか？嘘言え！お前8月の15日やろってか、いや、俺をずっと言われたんだけど、俺5月の28やのに、嘘言うのはお前6月やないか。だからもうこう言うてもおれへんから、もう6月ですわって言うとったね。娘おれへんかった、娘。すまん庄司、お前だけは6月言うたやないか言うたけど、娘にはごめん言ってしまった。あらお前8月やろとか言えんかったんですか？娘さんには優しい、厳しいはずやろに、ひと月早いんだけどしもたー思ってよほど疲れたんでしょうね。なんでひと月間違ったのよ。でも覚えてるわけですよ、誕生日が10日っていうことを覚えてるわけでしょ。じゃあ去年とか一昨年とか、はい、俺と誕生日にメールしてけんから春だってメールしなかったんだ。子供ね、恋人とか子供おいでこの間今年の6月ぐらいに家族とご飯食べに行って、はい、誕生日ぐらいちゃんとしてあげてとか言うのやからな、はい、俺はちゃんとしてないのか、お前がそっち側がメールしてけんからやないかいって言って、はい、でも娘だよとかいう話にして、はいはい、おお、分かった分かった、今年はちゃんとするわ言うて、はい、ね、いつもクリスマスとか、はい、うちね誕生日だからなんかするんじゃないんですよ、はい、何か、あ、娘にこれはええわと思ってあげてるんですよ実は。その時
4月であろうが、あの何月だろう、あこれも今のこれ過ぎちゃうかなと思うと、いやお誕生日で言うのをあんまりこだわってなかったんですけども、それでまあ今回メールしようと思ったんですけども、あんまり6月ぐらいにごちゃ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 うるさく言いやがったからやな、それでもうメールしたら思って、思い切って12時1分やな、はい、時間としてはバッチリですよね、はい、これ一番かなと思って、はい、思いますね、そりゃ一番だよ、8月だもんって、やばい、一番過ぎたいつもあげてんの欲しくないもん、 あるとか逃しやがった、腹立ったって、こっちはこれええかなって、まあ確かにクリスマスとかに、これ あちこちお姉ちゃんに配らなきゃいけないんですよ、プレゼントを、へえ大変、その残りもん、残りもんをやるとやっぱり娘って見破るようになる、わかりますよ、残りもんあげるだって最悪、絶対私のこと考えてないわって、あれ見破るよ、わかりますよ、なんでこれを見て私思い出すんかな、これおしゃれ、じゃこれ見て私、そうやね、見事やと思うんだよな想像するわけないやん、こんなんみたいな、ごまかし聞かんなと思って、なさいよ、でもええやつやねんね、お姉ちゃん方にあげるもんやからやな、バレるもんはみんなこいつでも、まあ、大丈夫なみたいな、こう羊羹とかそう全然大丈夫ですって羊羹か、お二人とも、お肉は大丈夫だってこうやって、あ羊羹くれたんだとかほんまに年頃ですし、おいくつですか、もう二十歳やん、二十歳、でも難しいですよね、なんか好き嫌いみたいな絶対あるから、プレゼントで、はい、他人にはもう別にあかんかってもええかって渡せるやんか、うん、気持ちやし、はい、で言ってくれたらありがたいねんけども、はい、言わない人はもう当たり外れあってしゃあないやんか、ね、それ持っていたいね、すでに、はいはいはい、そういうことはもう仕方がないから、うん、だからちょっとした可愛い時計でも、あこれええわ思って、はい、娘にやったら次の時してないんですよ、はい、違うのしてたら、あなんやねんとか、そうそう、ね、あいやだよね、うちの娘なんかでもええのあげてんねん、はいはい、それをしてこないと、はい、気に食わないのか、いやいや違う、家に置いてあるって大事だから、いやあれはするもんやろっていうので、はい、分かる、もうすぐ気持ち分かる、それそれは分かります、あった時にしないでいつつけるんだってことですよね、そうそうそう、とてもまあね、俺らなんかやっぱりありすぎてるのか、ありがた感がやっぱりいいものあげすぎてるんだよ、そうやねん、じゃあね、めちゃくちゃいいですね、これね、クレヨンね、これイマルちゃんにとか、周りがこれを今のちゃんに、これを今のちゃんにって、それまたええやつやねん、羨ましいな、羨ましいよ、あいつの環境、羨ましいよ、だから俺こっち生まれ変わった、今に生まれ変わりたい、お前何でもないの何の技術もないのにあんだけ売れるってお前、ほないいじゃん、いいな、私も沢村の娘が良かったです、あデビューは楽で、デビューはただ大変やで、 2ヶ月ぐらい毎日抱かなあかんけどね、でもお前生まれてくるとしたらやっぱり木でんちゃうか、嫌です、いやもう人間じゃなくて木で、嫌です、寿命長いですよな、嫌です、全然動けない、のんきに暮らせるの、嫌、ね、です、切られない限りで、はい、イチョウの木とか御堂筋にこうずっと植えて、嫌です、銀杏でもこう落としてもらったら、そうそうそう、助かるんちゃうか、私絶対人間がいいんです、もう気にやったお前、一応の気になっとけてだからかわいくはかわいくやね、はい、うちの娘生まれたい言うけど、はい、生まれたら、お前やっかわいそう、生まれて、まあ、病棟が大きいもんな、だから普通の方がええってありがたみも分かる、俺が周りはとんでもない芸能界の人たちやから、はい、ね、はい、もうええのんくれよんね、まずそこがいいよね、そこがええね、だからもうみんながね、木村拓哉で憧れてるっていう、うん、木村がみんなもらったりするわけやから、やばい、いいな、会えるんですか、だから憧れの人が今のちゃんにてね、世間の、すごいね、他のメンバーもそうやもんね、名前あげたらキリがないぐらい、いや今のちゃんの友達に、うん、絶対無理そうですよね、何がなれるんですか、なるかお母さんもうちょっと勉強してからやうちもアホやのに、アホ同士食べたって、仲良くなりたいです、親友の寿司屋の娘がいいねんけど、はい、親友やねんけど、はい、それもアホやねん、もう、アホ同士の会話ずっとしてるのアホ、いいね、すごいめちゃくちゃいいんです、えいいんです、いい、楽しそう、いやそこでアホが入ったらまたアホやってまいやんか、これでいいんだとか思うから、そんなことないです
ですよ、もう、次行きますか、ポッキーチョコレートのイメージキャラクターに選ばれ、今のちゃんは先日行われた CM 発表会見で誕生日プレゼント何が欲しいと聞かれ、友達と海外に行きたいですと、答え、さらにお父さんに、旅費を出してもらってはと突っ込まれると、意外とケチなんですよと会場を笑わしてました。さんまさんはプレゼントはもうお渡しになりましたかということですけどね、じゃあ娘、金かからん娘やからな、あ、かからない、かからないんですか、周りの方がそういう風にお祝いとかやってくれるから、もう、もうこいつまた金とか思ってこないの、金使わない、あいつも、あの兄貴もそうやし、あの二人ともものすごい、俺がケチ言ってますけど、あいつがケチなんですよ、全然お金使わない、溜め込んでるんちゃいますか、 あいつ溜め込んでる、無駄遣いしないんだ、なんかそういうのに興味ないみたい、それはやっぱり生まれた時からあるからですよ、22ぐらいでごっつい家建ててるのかな、それすごい、いいな、すごい、本当にいいね、だからね、本当は娘からちょっとリクエストがあってね、はい、あのもうそれは用意、ああもうしたんですか、あ、してるんですか、してるんです、優しいですね、いや、あの今回は聞いたんですよ、はい、あのそれ6月にごちゃごちゃ言われたから親子それで、めっちゃ怒ってるじゃないですか、そうやね、でも結構いいやつちゃいますか、いや、ね、安いやつ、いいものほどだから商品だけで、ええものもあげてんのよ、すごい、うん、それ1000円だから、うん、それまあああいう年齢とかファッションとかもあってできないね、ああいうなんかブレスレットで、どんなのをプレゼントされてるかわからないですけど、なんかあんねろん、そのファッションに合わないとか、でも生涯長い目で見ていいものをプレゼントされてるんだったら、うん、大人になったらラッキーですね、まあできるわな、いいものつけれるわ、ね、だからね、これでもあのね、他のタレントさんのお子さんにね、うん、まだ6歳7歳だったんですけど、はい、ぐらいなんですけども、はい、ねえ、なんかプレゼントお姉ちゃんにいっぱいこうたこってやつが財布、財布、ご夫婦が財布あげたんですよ、それ7歳、そうやね、20年後使えるよ、まあ、親が使えるわね、すごいんですけど、そんな6歳なんて財布いらないと思って、それ私欲しかったです、そうや、高橋も誕生日ですよ、もう終わった、いやだから13日14日、14日でしたっけ、14、だから見に来よったの、あいつ、ワルシャワの花、はい、橋重と、はい、あ、そうなんですか、それでとてもよかった、ありがとうございますってメール打ったら、誕生日なんですけど、はいはい、点々で来て、はい、おー、知っとった、知っとった、なんかプレゼント来ちゃったんですか、まだ一人会うてないもん、あれから、でも今日やと思っててんけど、はい、で今日、あっ、しばーって、僕も今日や思って、今日来るんやったら、僕、ちょっと、なんか安い時計が欲しいって言っとったから、白かピンクの、それちょっと、さっき買うてきて、はい、さんまさんも絶対忘れてるやろな、思ったから、はいはいはい、いいなぁ。買うとったのかな、思ったんですよ。さんまさんと二人から、やー言うてから、ください。なんでやねん。お前、あやかいこんなやつ、お前にも言えないわ。私は一回だけさんまさんに、この番組やってた。何やねん、一回だけって、お前、させていいの、お前。失礼やねん。失礼やろ、お前、一回だけって。一回なんですもん。何あったお前。プレゼントいただきました。何あのね、プラダのバッグ、うん、多分それは多分お姉ちゃんにあげるはずだったものが、絶対そうやろ、絶対そうやろ、それお姉ちゃん用や、絶対そうだよ、絶対お姉ちゃん用やって、絶対そうだと思うんですよ、それは中澤のためには買うてない、あ、と思いますけど、うん、それをいただいたことがあるんです、うん、今も使ってますけど、あ、そう使ってますよ、いいな、時計欲しい、はい、はい、今持ってないけど時計やるわ、それ読んだらあれに高橋にやんだ、ちょっと大人やねん、その時計が、ちょっと大人な高橋には似合わない、いつもらえないんですか、お前来週来んねやろ、来週来ないです、来ないのか、なんでそんな適当に来ないの、来んやろ、めちゃくちゃ良かったですね、中澤さん、いいじゃないですか、でもそれだけでももらったっていうことが、今大さんと使ってない時は箱に入れて、お前見よ見よ好きや、見よ見よ好きです、みゆみゆの構えすると余ってる、まだ余ってるって言った余ってるって、お前でもみゆみゆの年ちゃうやろ、お前も世代によっては使えますよ、そうか、ねえ、さんまさんにもらったっていうことでまたこう自分の中の価値観が上がるんです、でも言わないですよ、
これ。じゃあ言ってくれよ。あ、いますじゃあ。すぐ言います。そしたら言ってくれなきゃやな。お前、こんなんなんかごっそり渡してるみたいだよな。すぐ言いますじゃあ。俺と二階関係やったら言うなよ。でも中田は、はい。テレビで言わんといて。はい、わかりました。何ですか？一緒やから。いやでも一生宝ですね。お前もなんかあげたやろ、レギュラーでやってる時な、最低なんかあげてるはずやぞ。もらったことないです。そう、お前何年やったレギュラー。レギュラーやってんの？何のやつですか？いやこれ何のやつ。何のレギュラーですかね。これじゃないやろ。一緒にやった番組。俺お前とテレビやった記憶もないな。なんか毎週ロケ番組でやってんのかい。いやもうないです。これしかないやろ。はい、これしかないです。もらったことないです。お前何年やったこの番組。え、レギュラーやってないよな。他のレギュラー違うかったんだ。はい、出しちゃいます。出したやもんな。はい。あ、ほんとそれやられへんほど。やばい。じゃあ欲しい。どうしたらもらえます？何をや。誕生日迎えたらやな。12月です。じゃあ、いつ？え、いつや？28です。あ、おらおら。え、おらおら。たまたま俺や。あ、せやわ。せやからやわ。俺はもうずっとお世話行ってるもん。あ、そうだ。マジで。真っ黒になって、すごい勢いでゴルフしてるもん。そうなんですか。それで岡田誕生日いつやって言うて祝うこともできないまま来たんだ。そうやわ。いやでもいつでもいいです。早めでもいいし。クリスマスやろ。はい。やった。でも一応なんか楽しみ待ってきます。今年何欲しいんだから。今は何欲しいんだ。気持ちでいいです。気持ちでいいの。え、じゃあ考えときます。今な、はい、俺もらってんけど、はい、もらってもらったやつ。それがまだ流れる。同じやつやね。それがで7つドラゴンボール、はい、あれあれやろ、ボール、ボール、玉7つ揃える、はい、あれでスイッチやったら光るのがあんねん、はい、それはからレアもんらしいねんけど、はい、俺が今3持ってんでね、はい、お前1とか欲しくない？欲しいです。あんまり、いやあんまり欲しないと思いますドラゴンボールは。いや、あんまよくわかんないんですけど。だから、押しないと思って。ドラゴンボールの一番のボールものだところで。綺麗、綺麗。あ、綺麗ですか？ライトアップされるの。はい、それがボワンボワンボワンっていかんの。はい。え？ハートも6個余ってんねん。あ、余ってるじゃん。昨日7つ揃えてんけど、あんまり大人の部屋じゃないのよ。もう、一つなら、デザイン、オブジェとして可愛いの。7つ揃えると、俺一体何してんねやろと思う。そうなんだ。可愛い感じ。可愛い、昨日送ったばっかりや。バカラのグラスとかあるの。バカラのグラス。いや、欲しい。お前バカラのグラス、お前酒飲みやからすぐ割るやろ、どうせ。待ってよ、眺めながら違う。バカラ、お前すぐ割れるじゃん、お前高いのに。ワイングラスとかね。なぁ、いいですよね、あれで飲んだら。すぐ割れるから。いい関係をね。はい。言っとこうと。だから、お前似合わへんわ。一つ余ってんのあんねんけど。いっぱい出てきた。余りすぎですよね。余ってるものがすげえ。もう私ほんと余りますいいです。もう流してください。ほんとに。ね、ほんとね。いや、物はええからね。いいものばっかり流れてくるよ。それで、おしゃれな人に情報を聞いて買いに行ってるからね、俺。この芸能界の。あー、すごい、楽しい。で、本人にも買いに行ってもらうから。だからいつも、美代子さんなんか先生から。海外へみんなで行った時は美代子さん買ってきてくれて、それを高いもんじゃなくてもね、みんなすっごい喜ぶもん。最先端行ってるから、あの人。ファッションばっかり研究してるから。これがそのうち流行るよって言われて、日本でやっとちょっとしたら流行ってくると思うよとかいうのを配ったけど、その時は、いや、こんなの、いや、これ今ニューヨークで流行ってるよって言って、そんなのやっぱり見事に、その秋ブーム来たりする。すごいねとか言われるもん。そういうやつやから、束で凍ってたにしてもええやつやん。へえ、いいですね。じゃあどうせお前の肉体関係ないねからやな、はい、流れもんでもええやろそれ。はい、めちゃくちゃ嬉しいですね。木村のチョコボールからいただきました。はい、前略、ヤンタネさんこんばんは。こんばんは。今日は中澤姉さんがヤンタネを卒業して以来5年半ぶりに登場するということなので、レギュラー時代の思い出エピソードをほんの一部ですが書いてみました。うん、はい、当初さんまさんの名候補と呼ばれるも、好きなタイプはジャンボ尾崎。言うてた。弁当が不得意で箸投げつける、あ、うん、弁うまくないと箸を投げつける、うん、新幹線で、ビールの缶握りつぶす、うん、など次々と発覚し、うん、さんまさんの心が一気に冷める、熱海の秘宝館に行った、うん、そうだったな、うん、
話で饒舌になり後輩メンバーに惹かれる、うん、誕生日に扇風機が欲しいですって言うと散漫に股間かぶれてんのかって、うん、そんなこと言われたんだもう完璧柔道部やんかそれ股間かぶれ女にされるすごいこと言われた。姉さんが5年半ぶりの沈黙を破り秋の改編時期に、この時期に登場するということはレギュラー復帰の予兆でしょうか。マジか、面白い。なんか全然かぶれてるんです。かぶれてないよ。ジャンボさん、はい、そうですね。そうそう、あのジャンボさんってすごい人やけど、はい、なんか悔しくないよね。中澤ジャンボ崎さんって言うと、あ、もう俺ええわと思える人やんか、ジャンボさんって。なんか嫉妬もしない、うん、あ、まあ、ジャンボさんかーっていう分野の人やから、わかる？俺が言うてる意味。はい、わかります、わかります。憧れがノゲイラって、もしがね、綾瀬はるかが言ったら、あ、ノゲイラやったらもうええわ、俺とか、なんか諦められる。舞踏家のね。舞踏家のね。全くこう、世界が違う。ジャンボさんって言われると、はいはいはい、もうジャンボクラス行くと、はい、ジャンボクラス行くと、なんかまあ、こいつはあの趣味やからええかとか、あー、なるほど、ね。そんな感じやな。今お前どう言うてんの？インタビューで。杉原照夫さんになっとっちゃいますか。ジャンボさん超えて、杉原照夫さんです。関西のドン。金日なゴルフ。面白いですね。今誰と答えてるのお前？誰とは答えてないですけど、もし今言われて、あのタイプっていうか、あの理想の方はって言ったら、元ヤクルトの監督の古田。はい。古田さんがいるのか。なんか優しそうでしょ。うわ、本当に優しいあの人。なんか顔からその最近優しさが出てる人がなんとなくいいんではないかと。そうやなってきたんですよ。優しいに越したことはないしな。でもみんなに優しいの嫌なんですよ。優しい人はみんなに優しい。いや、それはダメなんですよ。浮気するもん。いや、でも女の子が寄ってくるでしょ。優しいから。でもみんなそうやと思うよ。でも優しい人にはみんな寄り。そうそうそう。だから浮気するの個人の問題やからやな。うん、まあ、分からないようにしていただければね、それはいいんですけど、うんうん、ちょっとでも優しさって人間って必要やなってことに気づきました。なんか経済力とかジャンボさんに相当きついこと言われたわ。キーブランドに呼び出されて。今日もその浮気の話なんですけども、はい、まあ、生物学的には4年で、どんな動物も浮気するとかいう、はい、まあ、そこには浮気しない人もちろんいるから、はい、子供ができたりとか、やっぱりまだ精神的に愛してる。エッチね、はい、エッチは4年で飽きるらしい。エッチ、飽きる。その人を愛するのは一生愛する人もいるけど、はいはい、エッチはどうか生物的にどうしても4年やんけど、でも、ちょっと新番組の打ち合わせ行ってたんですけど、コマデカニュースで前までスペシャルでやってたやつが本当にレギュラー化するんですけどもね、はい、その番組で出たのが悲しいかな、悲しいかな、 DNA の、 あの研究で、うん、男性の 95% は必ず浮気したいと思うらしい、したいと思うんですか。そりゃそうやろ、DNA がね、DNA がオスという DNA がもう95% 必ず浮気をしたいと思うらしい。子孫繁栄、子孫繁栄なのか、気持ちなのか。で気持ちでしょ、そこ。だから人はだから100人のうち5人はそんなこと思わない DNA もあるわけ、はい、あ、でもなんか思わないその5人もなんか変な気がしますね。思わない人は、ね、思わない人はタイミングがないだけですか、とか。いや、思えねえ。だから、95% はどんなにモテない男でも浮気したいなとか違う女行きたいなとか思うのが 95% やね。うーん、ボートコ、あのボートじゃない、関係ないね。あのハンサムでも 5% に入ってる人もいるわけ、モテモテで。なるほど。だから 95% は脳では、DNA の鑑定では思うという結果が最近出たらしい。へえ、それ行動に移すのが何パーですか？95%。その行動はもうどれぐらいなら、ここへ来て今度はモテるモテないから派生してくるからね。ああ、浮気したいと思ってもモテない場合だから、関根さんが一回も浮気してないけど、頭の中では3000人と結ばれてはるからね。うん、へえ、止める
何かが あったりとかするのもすごいなとか思うよね。あ、これはしちゃいけないことなんだ。だから嫁が怖いとかね。うん、そこの子供もよ。ここで家庭を崩壊する気はないと、子供が好きとか、うん、チャンスあってもあっても、だから自分浮気とはかけて子供と離れてくださなあかんような状態もあるから、それは嫌だと。この子とは一生一緒にいたいとか。はあ、そんなこと言うの。浮気するのもだからすごい勇気がいることですよ。結婚してる時は勇気ですよね。結婚してなくて恋人同士だったら、これはまあ、その条件差では出ないけど、うん、だって恋人の時は浮気ってはならへんやろ、本当は。まあ、そうですけど。結婚という形を取らなきゃ浮気って本当は、恋愛は自由ですからね。確かに。確かに。だから、考えてみる中田、はい、今中田と付き合ってするよね。はい、で、今日、12時にお前家行くねって言って、はい、5時間の間に浮気するとするよね、はい、もし、うん、ほんででも、まあ、12時に会った時に中田をもっぺん好きになってたら、その5時間を別の人と思ったら浮気じゃないねんから。わあ、そんなん。じゃあ逆に女性がそれしてもいいんですか。俺は全然、俺はあ性欲は満たしてあげられないから。どういうこと言い切られても困るんですけど。何を言うとんねん。そんなこと言っとれよ。本当に。そんなこと。もし、エッチだけど、俺は気持ちでいいんですか、気持ちは。俺はね。ああ、わかる。だから気持ち。俺ね、本当に、精神的に満たされたらいいってことよ。俺と一緒にいてくれるときに俺が幸せならそれでいい。相手は？相手の気持ちなんか分からへん。分からへん。まあそういう。相手が他の男のとこ行きたいと言ったらええねんか。うん。ええー。でも、俺といるときは一番ええ同士で、その間に浮気してても、全然いい。よくかんない。やだからまた帰ってきてくれたら、やっぱりあなたが帰ってきてくれたら、その子と一緒にいてんのが一番俺が幸せなわけやろ、はい、今、はいはい、今日現在、はいはいはい、その子と一緒にいれたらそれで一番幸せやん。一緒にいない時間までは束縛しないってことですか。しないというか、何しても知らんしやな。それが分かったらどうですか。浮気ほんなら、いや分かって、お前どうすんねんって聞くやないか、はい、いやさまさんの横にいたいって、ああほんなら俺よってええやろ。でもこっちとも遊びたいわ。どうぞ。じゃあ俺セックス満足させられない。なんでそこ岡田はリアクションするの。さっきもそうだけど。いや、よく分かんなくて。いいの、分からなくて。違うやんか。分かってるやん。分かってるやん。何を隠そうとしてるの、ほんまな。何、いやだから、そういう意味はまだ分かってないちゃいますか。理解できてないちゃいますか。じゃあ何をするのかっていう。あんたそれしかしてないの。違う。出た、岡田。岡田。出た。男女ってセックスだけじゃない。すいません、間違えました。今ご飯食べてる時間違うからな。と思うよ、俺。すいません。じゃあな、お前ね、あややってんのか、お前。あや。あっちかやっていけんのか。やってないです、やってないです。やってない。やってないとかって。終わり終わり。終わり終わりも。こんなほど喋ったら。今日は1枚ずつ。はい、はい、中澤はもうベテランやからね、うん、ちゃんと読めるでしょうけども。読めます。さあ、中澤からお願いします。はい、行きます。山口県のなりなりさんからいただきました。9月15日。キューは見てあげてね。キューはディレクターの9月15日。マリナーズのイチローが大リーグデビューから9年連続200安打を達成した。この記録を破るやつはおらんやろうなぁという話をしていると、さんまさんが会話に参加していた。庄司、お前の記録の方がもっとすごいやないか。なんせ芸人デビューから32年連続ノーヒットやからな。そやで。僕にもドゥーンとかラブユー貧乏があるのだが、うん、さんまさんに言わせると、あれはデッドボールやエラーでヒットには ならないらしい、うん、まあええか。僕の記録を破るやつも絶対おらんやろうからな。あ、これもまあ裏一郎やよね。11郎ぐらい。11郎21郎か分からへんけど、すごいよ。いや、誰も手を出さなかった分野を
歩こうとして歩いてるからね、庄司だけは。本当に、これはもう、他の若手芸人たちも、感心してますよ。庄司さんになりたくないですけど。もうなりたくないですけど。すごいっすね。あんなことよう言われますね、とか。言ってますしね。やっぱり、すごい分野に手をさ、ね、差し向けてしまって。いや、その違う分野じゃなくて、俺もちゃんとした道も歩こうもしてたのよ、はい、歩かせんから、そうなんこういう父さんよりして、裏へ裏へ歩かそう、これは本当やで、これは、俺、ちゃんとした道からも全然違う、もう、あぜ道とか、変な方向に矢印こっちですみたいな向けていってやで、あげくの果てがそれ、ゲラゲラ笑われてやで、お前、好きは好きでもなんでもないって言うね。でも面白いですよ、庄司さん。あの庄司さんの私 DVD 見ましたよ。なんでよ。なんでよ。もらったんです。もらったんやっちゅうの。大変やのに。俺どれだけあちこち出されてるのってんねん。名古屋行ってお前9本出て、そんなもんこれ出てお前売れるんか、朝の4時くらい流れるラジオ出たりやで。すごい。こんなありのあばしようとさすなボケって言って。あっちこっち行かされとんねん。買いましたよ。買ってくれたんです。ほんま？はい。なんかファンの方が買ってプレゼントしてくれたんです。本当？はい。なんか100円、ギャグいっぱいしてました。100円？ 100 連発。DVD100 円くらいやろ。じゃあ100連発で。ありがとうございます。面白かったです。はい。だから、あれが売れないんでね。いや、あれは影響代らしいよ。ああいうことしっかり言って、お前でよろしいわ。エリクラプトンだ、やれね、ポール・マッカートニーなの DVD が並んでるよくな、ギャグ100連発、誰買うんだ、だってエリクラプトン買うやろ。いや、タイトル見たらね。横に映画でお前な、いっぱい映画出てんねんからね、レッドクリフがある横に庄司の DVD、誰が買う、レッドクリフ見たいに決まってるやん。いや、あのね、意外と買う人もおるんですよ、これが。それはね、わからん。うん。絶対俺かわいいもん、俺。でも、よかったと思います。うん、ありがとう。また宣伝しとってね、今大変やから。出ますよ。荻野さんにも配当払われん。本当、なんかギャグたくさんお持ちそう、お持ちじゃないけど、普通のこと大きな声で言ってるだけやけどな、結構。80ぐらいは。うん、なんか、自分でも言ってました。まあそんなもんですよね、考えてみれば手を出してはいけないところ、にね、だから我がグループやっぱりこの徳永恵里ちゃんっていう今度、ワルシアの花に出てた女優さんがいらっしゃるんですけども、はい、もう大阪子で、うん、明石家テレビの大ファンで、それも松尾伴内の大ファンで、はいはい、それ松尾伴内が見に来てくれた日に恵里ちゃんいつももう今回も周りがすごいからプレッシャーで、うん、もう前日まで泣いてたぐらいやっぱり、それはもう、そうそうたるメンバーやからしゃあないのよ、わーってみんな喋ってポーンと舞台とか全員やるから、うん、自分は覚えんのか大変、うわこんなメンバー何とかいうぐらいやるよんだよ、確かに今回のメンバーはね、器用やしみな、こいつらをね一緒に会話してて自分がテレビ言えないと、もう終わってから泣いたりね、それを演出女子の人が慰めたりしてる中で行って、でも疲れるから、まあ初日の会合とかは参加したり、無理して頑張ってやってたんですけど、ずっとやっぱりもう終わったらもうすぐ疲れて帰ったり、してたんですよ。松尾伴内が見に来るって言って、へえ、伴内なんですか言って、ずっと教えてたんですよ。それ本当、知ってんの知りません。買い物検討つきませんとか、それを含んだブルースカイブラーとか、もう全部あいつを赤字テレビ見て知っとったんです、で松尾伴内が来るんで、お前今日松尾伴内来るけどお前食事は一緒にいた行きますと言うて、もうケチだけだろって松尾伴内知ってるの、知りませんよそんなの、買い物検討つきませんよそんなの、って、何本何本何本とかいうの全部やってあげたんですよ、次の日板起こして笑いすぎて不潔になって舞台中倒れとったんです、そんなことあるんだ、松尾のステージがあって、それで袖に入ったらもう冷やして、疲労と疲労、もう前々日やからラグビーの前々日で疲れ切ってる中にテンション上がってテンション上がってしまって、
病院行ってその左半身が麻痺してしまって、それぐらい追い込まれてたんですけどね。そうですね、あれは分かるよ、お前舞台出てるから分かるよ、はい、そうそうだよ、メンバーと芝居やるともう訳分からなくなるやろ。それは相当ですね。大変やわな。いやわかんないけどね、そこへ来てやな、こう男女兼用でございますとかわけのわからんことを大声張り上げてやってるわけですから、いやすごいすごい、だから初めて女優さんが袖で倒れてんの、ほんで俺らもうね、大丈夫かこいつ、俺らが自分のシーン出ていくやんか、で終わったらまだ冷やしてるか、おい次突き押しいけんのかこいつって、はい、やっとったんです。いやーもう気力でやってますね、それ。気力やった最後、まあ大変だな、穴開きに行かないですね。うわーすごい、聞いてるだけでも怖い、ずっとそれやろ、はい、もう鳥肌立ちます。それで最終日にもうあれやからアドリブで振ってあげたんですよ、俺らがやってる、さっきはこれ言えんねんって言って、さっきって言ったら、考えてなくって、もちろんもちろん考えてない、それ別に考えてなくて、いい振りなんですけど、もううわっと思って、ほいでお母さんが見に来てはって、最初にほいでさんまさんがあんな振ってくれはったのに、あなたなんでできないなって、楽屋ラグビーやっと終わったばっかりやのに、お母さんがシャレ半分マジ半分で怒らはったのよ、ほんで打ち上げやんか、すいませんでした、あれ言えなくてすいません言うからやな、あれは言わなあかんよなって言うか、言うてしまったんだ、でもなくはそれもうちょっとね、そのサキちゃんというね役の子は、まあ、もうちょっと芝居とかそのセリフのことを教えてもらった方がよかったんちゃうか。そんな松尾万内の息を教えてもらわんでもみたいな部分はあったと思うよ、本当に。これずっとないとでも根性つなっちゃう、いやそこで根性つくか崩れるかはまた別やで、全部が全部根性つく人ちゃうからな、なるほど、でも勉強にはなったけど、嫌だったと思いますね、その勉強がな、自信なくするのか自信つけるのかで、そこよね、大きく違うやん、これはだからあのメンバーとやっぱり若手女優をやっぱやったら、じゃあもうみんなパンと歯を入れとるから、あのセリフとか、稽古場で逆にセリフは覚えてるの当たり前、プラスそこに作っていく作業をやるわけでしょ、新人の子でそれをセリフを成立させるだけでしょ、まあ、そこでね驚いたらしい、初日からアドリブでやるのって思ったらしい、こっちはもうセリフ入ってるからね、いろんなことを試すやん、稽古場でそれで驚いたみたい、うわ勉強になる、さあ続いて、はい、岡田、はい、船橋市オレンジの6番さんからいただきました。9月17日、首位を走る首位です、北海道日本ハムファイターズと同様、札幌ドームでは観客席でも熱戦が繰り広げられている、それは婚活シートだ、独身の男女が婚活シートと呼ばれるバックネット裏の席に座り、野球観戦しながら相手を見つけるというもので、第一戦は4月11日12日に行われ、62組のカップルが誕生したらしい。第二弾は9月21日から23日に札幌ドームで行われる西武3連覇3連覇ってお前ら3連覇3連戦や3連戦の方が、何でパンと待ちだよそれ、男女7人夏物語も川崎球場でよう似たことやっとったな、中澤稲葉篠田のカチカチ娘も札幌ドームに行ったらええー、と思うで、全然頭に入ってこないよなあんたの読み方すいません、本当にテレビ2個やってんの熱い汗出てきた、やばい緊張しました、読むのに失敗した、失敗したいよ、いよいよ3連戦と3連覇ってどう間違うの
あれ、あ、三連戦よ。はい、三連戦です。なんか三連パンってどういうことなのこれ。わかんない、なんかたまに考えてしまうんですよ。なんか、うん、すいません。いい、いい。でもわかります。全然わからない。うん、うん、うん。大丈夫かないのが心配になって。あ、でもなんかあれです、うん、いろいろあったみたいです。な、はい。どうですか。どうですか。ダメです。全然ダメです。どうですか言うたら。めっちゃもう。こっちがあるよ。もうやばいやばい。やばいことないねお前は。もう一回大丈夫ですか。いやもう一回もう一緒やろ結構。もう一緒です。こんな感じ。うん。はい、もうええわもう。怒ってました、おまさん。鼻歌のコーナーというわけですね。いろいろね、私の好きな、曲を伊勢ちゃんにかけたりしてるんですけども。はいはい。じゃあここでじゃあ、何メール読んでいいですか。えよ。そのうん。ことで、うん、そのことで、こちら門真市の君と沖縄ライブ、大阪のおばやもんなお前やもう間違ってないです、カラクリファミリーでサザエオールスターズのメンバー鶴野武さんがカバーアルバム第2弾をリリースされました。そのアルバムの中でビギンさんと一緒に笑顔のまんまを歌っています。ぜひ聴かせてください。いつかこの名曲をサザエオールスターズが演奏するのでしょうか。さんまさんいかがですかというメールです。あの鶴野が前が自分の、はい、人生の思い出の曲でいい曲シリーズの、アルバムを出したらすっごい売れて、はい、で鶴野なんか歌が、鶴野っぽくみんな仕上がってるみたいで、うーん、ものすごいええっていうのでもう大評価になったアルバムがあるんですけど、第2回を出すということで、はい、でちょこちょこっと俺のとこ来て、はい、あれよのまんま歌いたいんですけどって、ええということで言うて、うん、いいですかって言って、それではもう笑顔の去年の27時間ね、ビギンが作ってくれた曲なんですけども、はい、それを見てても感動したらしく、ぜひ歌わせてくださいって。でもほんまにこれらお願いする、落とせくれ落とせくれ言うて、だから1年経ってね、あのその歌の日ではね、ビギンのコンサートに沖縄行ったりして、うん、で今回は鶴野くんがその曲を自分のアルバムに入れてくれたりするわけですから、で昨日僕も鶴野からいただいたばっかりなんですよ、あのそのアルバムを。でまだ聞いてないんですよ、うん、実は、はい、だから今日今からその鶴野の、はい、でビギンとやってるのを DVD にもしてるらしい。へえ、そこまで広がるっていうのもありがたい話ですよね。去年のたった1日のネイベン27時間テレビが、その笑顔のまんまを聞いていただきたいと思います。鶴野たけしウィズビギンです。大丈夫か。二人でいるんだったの。ごめんね。いや一人でもええやんか。すいません。行ったら行ったらええやんか。すいません。なんかあのリス。突然なんか森に来たみたいになったのか。リス。すいません。すいません。セントラルパークやこれ。すいません。申し訳ないところ本当申し訳ないんですけど、宣伝していいですか。ダメです。今までダメです。ダメですかね。舞台私もやらせてもらうんですけど、いつ？東京は11月の7日から始まるんですけど。あ、もうゲームやってるのか今。もう間もなく。私今回楽器をね担当するんです。バンドの話なんですけど。はいはい、シューバンドなんだ。はい。うん。江戸張さんと秋野陽子さんとバービーボーイズの京子さんとして私で、あの元フェイクさんもいらっしゃるんですけど、うん、その中で私ちょっとドラムをやるんで、はい、その練習を今一生懸命やってるところなんですが、すごい。大阪でやるんです。1日だけなんですけど、
12月の1日大阪厚生年金会館芸術ホールで、舞台をやらさせていただきますので、あと近くだと11月26日名古屋になるんですが、中日劇場さんにもお邪魔いたしますので、ぜひラジオ聴きの皆さんいらっしゃってください。そうですね、はい、本気でちょっとバンドやって演奏して歌って、まあ、お芝居もちゃんとやってっていう内容。何曲ぐらいやるの演奏？1曲だけ、はい、もうそれで毎日か間に合わへんよな。やっぱり素人なんで簡単にできないんですけど、でも一生懸命、私万引きするシェフなんですよ。はい、そうです。ボーカルが江戸さん、ギター弾きながら歌って。なるほど、はい、これは京子さんに歌ってほしいよね。そうですね、京子さんはキーボード。かっこいいよね、はい、京子さんってかっこいいよね、あの人ね。ぜひぜひ。面白そうです。で、さんまさんはいつ来てくださるの？11月7日から15日、はいはい、中田とか連絡したらええの？これ、あ、私電話番号知ってますけど。え、直接だよお前。ねえ、もうなんか分かんなくなってるんです。あ、そう、はい、ほんなら、うん、誰かに言うわ、そしたら教えてください。教えるけどお前、私携帯が水没してるんで。え、壊れてるんです、一回携帯が、ね、だからね、連絡先がほとんど分かんなくなっちゃって。あ、そう、はい、ほんなら別に行ける時に行くわ、これね。でもその辺のあのさらりとした交わし方、やっぱり全然さんまさん変わってらっしゃらないですね。何を言ってくだけ行くじゃん。来てくださりますかって言ったら、あ、ちょうど、あ、おらへんわそん時とか、なんか割とさらっとほつっと行くし、ほつっと現れる。目立つじゃないですか。翔さんもよかったら。いや、だからもうね、ちぽこさんが出てはるからな。中田さんは出てるんですよ。え、中田さんも出てる。翔子さんは出てらっしゃいますけど。翔子さん、俺言った時翔子さんにボーカルやってもらえないから、俺は好きやね、バービーボーイズの。あ、かっこいいです。めちゃめちゃ女性っていうか可愛らしい方です、京子さん。あ、普段も姉ちゃんって感じのイメージなんですけど、全然女の子っていうか。京子さんっておいくつなんですか？もう45。そうですね、見えよ、そうじておいでよ。はいはいはい、あの歌かっこよかったよな、昔。はい、来てください。はい、わ、はい、かりました。はい、行きましょうか、そんなことよりも。そんなことよりも行きます。はい、はい、痩せません。はい、はい、せません。今日は1枚ずつ、1枚ずつ、1枚2枚ずつ、はい、あるやろ、あるやろ、お前、お前、お前、いや、これすごい、ほんまやって張り上げんやろ。また リブもどっちでもええよ、お前らの出たやねん。どうしたんでしたっけ、これ何でしょう。曲が流れるからピロピロパラオン言うて、それを聞いて、色っぽく言うねん、その言葉。これ言うの、私だけ。はい、これ長さんの、これ岡田の方もあるね、岡田の方もあるから。ちょっとやってみます。おやれ、もう、はい、赤巻紙、青巻巻、黄巻巻巻さんからいただきました。ああ、お、まあ、エビ。これやっぱちょっと待ってください、出だしがおかしい。面白かったね。面白くない、面白い、いや、面白い問題じゃないね、これ。色っぽく言う、色っぽく言うやつやね。あの方や、捉え方違うで、自分の。無理や、無理や、どうせ。はい、いきます。埼玉県、いや、お前できんから、ね、八尾稲みっちょんさんからいただきました。さや、いいえ、まあな、この子のお前はでも下手やったね。そう、思い出した。そうそう、中田だからお前カラッカラや言われんねん。いや、カラカラじゃないです、動きますけど。だから色っぽく言えないね、お前。そうでした、苦手でした、これ、うんうん、次はあの本格的なやつやから。あ、次のやつ、中田、はい、色っぽくね、色っぽく、色っぽ、いや、色っぽ、じゃあ行きますよ、その運動部っぽいのも。もう嫌やねん、もう入り方から。あいがーすって、そういうコーナーちゃうねん。そうですよね、はい、なかなか懐かしいな、このダメなしって心が。いや、福岡県のしんどんしゃってターンさんからです。最高やん、何やねんそれ。じゃあそれ言い方や、最高やんっていう色っぽく言うねん、お前。めっちゃ頑張って、じゃあマジでもうちょい抑えて言え、はい、あんっていう、え、抑える。だから大阪弁でわざわざ書いてくれてんねんから、大阪弁の武器やこれ。はい、これ、はい、最高やん、ちゃうやろ。
これ本当難しいコーナーですね。難しくないよ。これはもうあの道次なんかもあの若さでクリアしてるからね。すごいよ。あれおかしいですもん。だからあのあいつうまかったけど、あの太陽と石塚ムーンのあのあの子民謡の小湊さん。小湊さんうまかったけど、はい、何年かやってないうちに下手になると。うん。これ難しいですもん。へえ。ええー、岡田。はい。頑張っていけもう。頑張ります私。はい。赤い獅子。赤獅子や。お前関西やろ。すいません、間違えました。違います。すいません。これ間違えました。テレビ2個やってんのか。これ日本なわけで2個もおかしかったよね。テレビ2個やってんのか。あの東京の人が赤い獅子って間違うの分かるけど、関西人が赤い獅子って間違うのはおかしい。間違えたの。はい、すいません。赤獅子、赤獅のポチさんからいただきました。そこ、あかん。もう邪魔しちゃった。あの全然、要するに、よかったけど、で赤い獅子で、ほんな、いや、お前ね、関西やろ？はい、そうです。なんか、おかしい、なんでやろ？で、分かってるんですけどね、たまになんか、しくじるんです。たまにはだいぶ、知ってたね。もう終わりやもう。今日はもうね、久々に来て、はい、もう何か。すいません、もうてんてこまいで。楽しかったです。楽しかったね。大沼さんのてんてこまいだもんね。大沼のうまいであの米てんてこまい。うまいですね。大勢欲しいわ。大見舞いから。ちょっとやんたん面白いですね。面白いですね。なんか久しぶりなんか。もうあっという間でじっくり、もっともう一本やりたいぐらい。録音しときたい。終わってから録音しときたい。やります。やりたいね。やりたいです。あれまたできてるじゃん。これ仕事だと。いやなんかやっぱ。久しぶりにお会いしたせいか、なんか、ものすごいテレビの人と喋ってる感じでね。テレビの人や、俺は。あ、そうです。テレビの人も喋ってるみたい。そうなの、ほんとに。そうなの、ほんとに。なんかね、テレビが活躍してる人や。そうなの。やっぱその感じで喋ってしまいますね。いやー。いい加減なことばっかり言いやがって。まあまあ、中澤もね、久々で5年半ぶり。はい、そうでした。ということでしたけど、他は何ヶ月ぶりかやったよね、これ。はい。はい、3月に出させていただいたので、はい、5ヶ月ぶりですね。いや、お前関西出身のどうもこうさっきの赤い獅子でどうもちょっと帰ってもうちょっと本とか読んだ方がええんちゃうか。読んでます読んでます。読んでないと思うね。読んでますって。本めっちゃ好きですもん私。ええんやろお前。お相手は赤嶋さんま中澤優子岡田結実でした。また来週、さようなら。さようなら。